いたしましたえそれでは簡単にすみません、あのあの時間を取ってしまって申し訳ありませんけれども、ご説明させていただければと思います。あのこのネットワークにです、ね、あのこの度参加をさせていただきましたありがとうございます。で、あの今までの,あの参照庁さんと比べてです、ね、ユーザーサイドということであの参加させていただいているという認識でございますで。こちらですね、今画面に表示させていただいておりますのは、金融庁の方でサステナブルファイナンスの有識者会議というものを取り組んでおりまして、そちらでご紹介をさせていただいたえデータになります。 であの大きくあのどういう場面でデータが使いうるのかというような形でですねご理解をあのあの見ていただければというふうに思いますけれども、えー、共有画面の最上段がすみません切れてしまっているということでちょっとご迷惑をおかけしてますけれどもあの真ん中の絵のところを見ていただければと思いますけれども、えー、ファイナンスという面でですねあの先ほども TCFD の開示ということがございましたけれども企業の方が ESG に関する取り組みというのを非常に増やしておられると。 でその中で、えー、資金の流れに関するものとして、まあ、どういうようなデータの使い方があるのかというふに見ますと、まず企業ご自身、真ん中にありますけれども、えー、事業戦略を立て直していったり、気候変動を踏まえて新たなリスクとかっていうのを織り込んでいくために、えー、ご自身でリスクとか機械を把握していくということが重要だと思ってますし、これを外に出していくということは、まあ、企業の開示ということだと思います。ですので、開示の前提として、いろんなデータを ご利用されるということがあろうかと思いますし、えー、また、ですね、えー、開示をしてそのあの一般の企業がその世の中に開示をするということだけじゃなくて左側ですけれどもアセットオーナーであるとか銀行、えー、それから、えー、投資家の方からですね投資資金を得るためにで新たな事業に充てるために、えー、こうした機会とかリスクの情報というのを投資家とか、えー、金融機関に対して提供するということがあるかなというふうに思っています。で まあそのような意味であの、金融機関と少子化、それから企業がですね、資金のフローという出し手と受け手という双方で、えー、気候変動のディスクを具体的に把握するということが重要になっているというふうに理解しておりまして、TCFD のフレームワークなんかはですね、あのフレームワークを示したということで、初めの一歩だと思うんですけれども、私ども聞いておりますと、より中身のデータ、その 具体的に、例えば河川の氾濫性がどまりましたけれども、どれぐらいこのある事業に影響があるのか、自分の工場に影響があるのかどうなのか。または、ある地域に立地しているというときに、気候変動による災害の影響というのをどれぐらい受けるのか受けないのか。または、新たな製品とかサービスを提供するという際に、気候変動によってどのようなマーケットの変化があるのかとか、それは災害とか自然のリスクからさらに、 あの、まあ、推察をして、えー、マーケットの規模というのを出していくということだと思いますけれども、より具体的なですね、係数であるとかデータっていうものを持って、投資家と金融機関と企業の対話を進めていくっていうことが重要じゃないかというふうに、企業の方からも、投資家の方からもですね、ご意見をいただいているというようなところであります。で、あの、金融庁としましては、まあ、こういったいろんなフレームワークをですね、使いながら、まあ、制度改正であるとか、 あの、環境整備とかっていうことをやっておるわけなんですけれども、このデータっていうことにはですね、この資料の中でも上のあたりにあったり、下のあたりにいくつか記載しておりますけれども、あの非常にその事業に関するデータと、またその事業に関するデータを算出するための自然に関するデータというのは非常に重要性が高いというふうに思っておりまして、あの、こちらのネットワークに参加をさせていただいて、 どのようなですね、さらなる対応ができるのかということについては、金融機関の方や企業の方とも議論しながらですね、考えていきたいというふうにあの思っております。あの手短でありますけれども、私からの説明は以上にさせていただきまして、ちょっと冒頭、音声途切れまして大変失礼いたしました。